先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私は今年38で、旦那さんが37歳で、結婚6年目なんですけれども、今妊娠を考えてまして、ちょっといろいろ不安があるので、はい、いろいろ質問させていただきたいんですけれども、はい、なんか卵管が詰まって、友達がなんか卵管を通す手術をするとか言ってたんですけど、卵管が詰まってると、それも妊娠に影響があるっていうことなんですか？そうですね、卵管が詰まってるとね、卵管因子って言ってね、不妊の大きな原因の一つですね。なんでそもそもその卵管が詰まっちゃうんですか？学会なんかで言うとですね、クラミジアがね原因だっていうふうなね、ことを言うんですけどもね、実際私やっててですね、クラミジアがね、その陽性っていう方はですね、1割いるかいないかなんですよ。どちらかというとクラミジアが原因じゃないんだっていうことがね、どうもね私の確信なんですね。卵管造影するとですね、卵管の先がですね細くなってね、こう炎症でこうどん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 細くなってね、で閉鎖してっちゃうんですよね。でそれで狭窄が起こるもんですからね、だから卵管に炎症があることは間違いないんです。でその炎症は何かっていうことなんですけれども、おそらくですね、精子がこう卵管の方まで上がってくるようにですね、バイ菌も上がってきて、卵管細のところにバイ菌が住み着いてですね、卵管細炎を起こしてしまう、ね、それも卵管が詰まってるか詰まってないかっていうのをもう検査しないとわからない。わからないです。もしなかなか妊娠できなかったら、その卵管が詰まってる可能性があるっていうのも疑わなきゃいけないっていうことですよね。そうですね。